阿部さん、はい、久しぶりの一番機、はい、いかがですか。懐かしいですね。もう20年前の話なんで、その当時一生懸命体調としてですね、いろいろやったなというのをやっぱ飛行機見ると思い出しますね。いらっしゃいましたね。あ、どうも、ようこそおいでくださいました。遠藤さん、お久しぶりです。遠藤です。阿部さんとまさに奇跡的な瞬間じゃないですか。現会長と2代目の会長が、しかも山形県出身のお二人が、13代しかいないんですよ、ブルーインパルスの会長というのは、はい、その中で2人の山形県出身の方がいらっしゃるという。作りは変わってると思うんですが、今もこういう形で置いてまして、あ、はい、これがあの隊長から隊長付き1番機で、裏にこう2番機というような感じでなって、これがちょっと私のところですね。あ、うん、変わってないんですね。変わってないですね、はい。ちなみに阿部さんのタックネームって何ですか。ベアです。ベア、はい、プーさんみたいで可愛いでしょ。自分で教えます。確かにあの顔、まあ、なんて言っていいか分からないですけど。いやいや、あの、アーベを反対にしただけです。アーベ、ベア。はい。あの先輩方がこう決めるんですよ。自分で決められないんですよ。先輩方が決める。軍師とかなんかやってる時に、もう戦闘機で飛ばないから、なんか飛行隊の若いやつが来て、愚痴で、あの安倍さんのベアという名前欲しいんですけど、使っていいですか。あ、いういう、あげたという。どうぞ使ってくれて。基本的に同じ名前をブッキングってのは、あの同機種であればあるほどダメなんですよ。紛らわしくなるので。ただそれがあの今のようなもう乗らないということであれば、あのいただいてもよろしいでしょうかということで、後輩からなったんですよね。でも憧れる後輩がいるってことですからね。もらいたいという方が。感慨深いものがありますね。お二人が同じ空間にいらっしゃるという、はい、この事実。エントさんとしては先輩に山形出身の隊長がいらっしゃるとどのように感じてました。山形県の方が以前もちゃんあの最初されてて、また私もできてっていうことで、とてもなんかこう運命的なものも感じてますし、ましてやその私が小さい頃にテレビで見させていただいた方ですから。小さい頃見ていたというのは何ですか。あの長野オリンピックの映像ですね。遠藤さんと阿部さんの共通の山形出身の他にオリンピックの時に飛んでいるという、はい、まさかの共通点が。多分言葉の使い方間違えていると思いますけど、私運命の赤い糸で結ばれてますよね。東京オリンピックの場合は、あとその天気と、自分たちはどうしようもない天気との戦い、梅雨時期でしたので、訓練したくても訓練できなく、あので7月っていうのは東京まだ梅雨明けてないというのが例年のデータからあったので、もうどう考えても飛べないでしょうというのがあった一方で、絶対失敗許されないと、もし晴れたら失敗許されないというのがありましたので。今言われたように、天気には絶対勝てないんですよ。僕らのブルーパレットの技量がいくら高くても、雲があったら見えないじゃないですか。天気が悪かったら飛べないじゃないですか。だからその天間風のところ、意外のところを 100% で僕らは持ってって準備するっていうのが分かりますよ、よくは。阿部さんがパイロットになろうと思ったきっかけって伺ってもいいですか。僕東根なんで、東根から電車で山形って行って、そこから南港まで歩いていくんですけど、そこに今でいう地方地連というのがあって、そこに航空学生募集中のがあったんですよ。あ、パイロットってあるんだったら目指してみようかなと思って、その地方に行って、この航空学生の試験受けたいんですけどっていうのがきっかけですね。じゃあその学校の通り道にその張り紙ポスターがなかったら、建物がなかったら なってないと思います。遠藤さんは以前も伺ったことありますけど、はい、やはりこう庄内空港ができて、はい、そうですね、小学校の頃にですね、地元で庄内空港を開港したんですけど、そこからずっと慣れればいいなと思ってましたね。やっぱぶれないでまっすぐその思い続けるっていうのが一番大事で、かつそう簡単にできないとやっぱ思いますので、皆さんの飛行を見てまた自分もやりたいなという子どもたちもいると思うんですけど、あの何かこうやり遂げたいなとか思わないと何も始まらないですし、まず強く思うことが一番大事だなと
本当に思っていて、で大体思ったら本当にそっちの方向に自分が行くんだろうと思ってます。本能じゃないですけど、努力したらそっちの方になびきますし、なので一番最初思うことが大事だなと思ってます。周りの人はそれを可能性を否定してはいけないですし、遠藤さんが言ったプルの隊長になるんだっていうふうなことで、そのワンステップ前でとにかく航空自衛隊の戦闘パイロットになるんだ、今の小さいうちはとにかく勉強とスポーツとしっかり頑張って、で自分の夢叶えてくださいねっていうことですよね。隊員時代の話で、日々の生活の中で3年間と限らず中で気をつけてきたことって、健康を一番注意しますよね。であと体力ですかね。一番最初に言われたのは、安倍さん体型絞らないと人前に出れませんからって、だからまず絞れってみんなから言われて。結構絞ります。絞ります、絞ります。どれぐらい絞ったの？どれぐらい、5、6キロ絞ったんじゃないかな。で筋トレの機会があるんですよ。あとはミニサッカーみたいな、フライト終わってですね、パイロットでミニサッカーをもうボールが見えなくなるまでやるとか、あとこの周りをぐるぐる走るとか、いろいろありますね。私たちの任務というのは、その成功というのはすぐ分かるので、それを自分の体でもし不成功にしてしまったら、それほど恥ずかしいことはなく、パイロットとして失格だというふうに今でも教わってきたので。僕は帯同だったんですけど、子供と孫さんと一緒に来ましたけど、そこの会社にいると飛行場訓練見えるんですよね。そうすると今日のボントロール合ってなかったねとか、あそこの奥さんと一緒に見てたんだけどなんかあれ3番機合ってなかったよねとかって、厳しいだって、そう、そういうなんか厳しい目で批判すると、でそれ飛んでるのは自分の旦那だと。その点でも単身赴任だと、そういうことは、ああそうですね、家族置いてきてよかったと思って僕それは耐えられないですね。部屋の表に歴代隊長の残された字があるじゃないですか、はい、安倍さんはあれ何という字を書く、何という字だと思います？飛行機の形を模してましたけど、うん、爽やかの、あ、そうです。あれどういう意味があったのかな。ですね、厳しい訓練だし、辛い、きついんですよ。字もかかるし、連携もしっかりやらないかんし、本当にきついんですよね。だけどきつい訓練をやってても、展示の時にお客さんの前出たら爽やかに接したり、子供にこう対応したりやろうねっていうのが僕の想像ですね。遠藤さんもそろそろあれをもう書く、卒業的には書くんですよね。そうですね。なんとなくイメージしてるものなんですか？ないんです。まだないですか、はい、ちょっと考えていただきたいです。でも一生残りますよ。でも、はい、ダブルことは許されないからですね。そうですね、人に頼ることができないのと真似することができないというのが今分かりましたので、あと自分で何とかするしかないなと思いました。本当に今までと違った環境の中で隊長になられて、隊員まとめて練習訓練してしっかりやってこられて、でもう少し自由だ、本当ご苦労様でしたとしかないですね。ありがとうございます。もうなかなか見られないツーショットの対談でありがとうございました。本当に もしよろしければぜひ中の方も今日ご覧いただけますので。ああ、そうです。どうでしょうか。はい、はい、じゃあぜひ。本当に久しぶりに2代目隊長の安倍さんが操縦席に乗りました。懐かしいですね。どんな気持ちになります？いや、懐かしい近いですね、はい、でこれはエンジン計器で右左、これは昇降機ですよね。これ姿勢指示器で、雲の中に入った時なんかはもう前見えなくなるんで、これで自分の姿勢を判断する。これトリガーって言うんですけど、これ戦闘機だと弾を撃つスイッチなんですよ、はい、でブルーはこれはスモークを出すスイッチに変えてるんですよね。この飛行機スモーク出しませんからブルーだけですから。もう本当に久しぶりじゃないですか、はい、もう本当だって飛んでたらスモークが出るわけですよね。出てスモーク、チェンジオーバーターン、レッツゴー。かっこいい。かっこいい。